佐久間隊が寝返った。この機を逃すな。徳川の砦を潰し信長を撃退するぞ。真田の三男殿、背後をお頼み申すぞ。この状況では寝返りに飛びつくしかない。故にこそ都合の良さ。真田昌幸、ここで止める。徳川の忍びか。狙いは佐久間隊ではなく私か。私一人を足止めしたところで武田の本体はすでに。まさか。撃て、たやす、生きて返すな。勝頼様をお守りに。マサトよ、勝利条件変更。無働きなど自慢にならぬ。たばかられたか。やはりおびき寄せられたか。信長、周到に罠を張っていたが、一刻も早く勝頼様のもとへ向かわねば。ごめんなさい、奪うのがお仕事なんです。厳重に固めているが、時はかけられ南砦を突破する。うわ、おのれ、織田は正成。なぜあれほどの鉄砲が。勝頼様、南西方面は手薄ゆえ、お引きあれ。マサテル、勝頼様のこと、頼んだ。すでに遅い。皆の者、勝頼様をお守りする戦だ。織田の重工を、へし折ってくれよ。変更。
り方をする。チョコザイナー、のぶつな謎に遅れを取るな。赤ゾナへの恐ろしさ刻みつけてくれる。マサユキ、達者でな。土屋隊、突撃。ただいま君のため心置きなく討ち死にし。勝頼様、兄上。滅びようとも赤備えは不滅なり。信玄公を手に土産を持って参ります。素晴らしいお働きですな。地味の鬼身を殺せるか。貴様らついてまいれ。こんなのとまともに戦っていられるか。花山殿が。これでは背後を抑えきれぬ。打ち取った。敵将は打ち取った。これは何だか。敵将は打ち取った。敵将は打ち取った。三方ヶ原とは立場が逆になったな。本田平八が戦の最中に無駄口を叩くか。私と勝頼様、お前たちとは違う。そこまではたやすい。死ぬのは分かっているのに、なぜ。勝頼様、今です。お引きくだされ。すまぬ、みんなすまぬ。さて、朝雪、兄と共に七に入る覚悟はあるか。敵陣を少しでも脅かし、勝頼様を無事に退却させてみせますよ。見えているぞ。
逃がしてはなりません。その身を投げ出し、家を守った。少しでも脅威を除き、勝頼様を逃がすため。しかし、それさえも信長の狙い通りだ。そうであっても、犬死にではない。我らは生きて、その証を立てるのだ、正幸。腕働きなど自慢にならぬ。まだにはまだこれほどの兵が、どれだけ持ちこたえれば追撃を防げるのか。熱くなるな、正幸。らしくもない。引き際を誤るなよ。ここまではたやすいな。